はい、今日は白山姫神社のところにある表屋という超人気の大判焼きのお店にやってきました。そこで冷凍の大判焼き、どのようなパッケージで売られているか、賞味期限はどれぐらいあるのかということを確認してみました。ここがどこかというと、ほらすごいでしょう。今日は人気の大判焼き店の状況をレポートしようと思いまして、石川県で、まあ、一番有名なところは山帽子というお店なんですけど、そこは冬季閉鎖しておりますので、その姉妹店である、ここどこかと言いますと、ちょんちょんちょん、じゃーん、白山姫神社というところなんですよ。神社はてるちゃん連れてきたんですけど、ワンコはダメなので、ここの参道の下のところにあるんですけど、ここにですね、もうすごいお店があるんですよ。この車の数とこの待っているお客さん、すごいでしょう。でほらこれ表屋、冷凍の、大判焼きが売ってるんですけど、ここで900円ですね。でほら中で食べるところもあるんですけど、外もいっぱいです。すごいですよね。あ、チョコレートだ。ほとんどが石川県ナンバーなんですけど、こういう、県外ナンバーも結構いますね。まあ、もうお昼時は過ぎているんですけど、こんなに人が並んでるんですよ。こんなに売れる大判焼き屋さんがあるんか、いっぱいですね。で今日はこちら、これを買ってみようと思います。カスタード2個粒あんっていうのと、粒あん5個というのがあります。おいしそう。ではそして、あれ、どうやってやるんだ。売り切れ売り切れ、マジか、売り切ればっかりや。カスタード粒あんしかない。じゃあここで買う。すると、お、出てきた。おー、食品の表示ラベルがしっかりついてますね。冷凍表屋プロデュースバイ山帽子。ちょっと車の中で詳しく見ていきましょうね。はい、車の中にやってきました。今購入したこちら、これがどのような商品なのかをもっと見ていきたいと思います。どのような包装になってますかね。まずは外見から。あ、やっぱり個包装してありますね。で、個包装は、パウチではなくて、ラップですね。では、こちら。開けていきますね。大判焼きのカスタードと、あんこの食品ラベルは別々になってますね。ちょっと混ぜてみた。はいはいはい。じゃーん。個包装になってるんですけど、サランラップでぐるぐるとしてあるだけですね。1、2、3で、カスタードにはカスタードっていうのがあります。こうですね。で、台紙に入れて、こうやって入ってますね。5個入りで900円なので、1個あたり180円ですので、お店で売ってる値段と全く変わらないお値段になってます。このようなものと、このような冷凍の大判焼きのラップを外します。キッチンペーパーに包み直して電子レンジに入れます。
600度で約2分間加熱すると食べ物になります。パリッと仕上げたいときはさらにオーブントースターで1分焼いてください。ということは、タイマン屋に書いてあったものと同じようなことが書いてありますね。どれくらいの文字でしょうかね。賞味期限が24年3月26日で、粒あんの方は4月12日になります。なので1ヶ月半、粒あんの方は2ヶ月持つという賞味期限が書かれていますね。粒あんの方が賞味期限は長く設定されるんでしょうかね。よしと、それじゃあもう大好きになりましたので多分食べてみたいと思うんですけど、ちょっと今丸太を持ってるんですけど、アルミホイルで包むかと思うので、この中には入っていませんので、はい、アルミホイルを買ってきました。これで大判焼きが作れますね。ただいま。よしよしよし。はい、それでは丸段でたい焼きを温めていきたいと思います。今買ってきた、アルミホイルで、もう600度になってますね。最近この丸暖を使い出して、ガスの消費がむちゃくちゃ激しいんですよ。100均では100円、まあ110円で、他のホームセンターとかで湯あたりの専用ガス、これを買うと220円から250円ぐらいだと思っていたんですけど、100均で、ガスは置いてないです。で、あちこち探したんですよ。100均セリアに行っても置いてなかったですし、ダイソーでその100円以上のものを置いてあるお店あるじゃないですか。そこへ行きましたら150円で、ガス売ってましたね。で、150円ですので実際の価格は 10% プラスされまして165円で購入できる。ですので100均のボンベというのは今165円出さないと購入できないということでしたね。で、ネットとかいろいろ調べまして、安いところがないかで調べてみたんですけど、やっぱりネットの場合には送料も込みになりますので、一番お安くても48本とかむちゃくちゃ買っても1本あたりのお値段が、148円っていうのが最安でしたね。で、それ以上のところがないかっていろいろホームセンター探したんですよ。ホームセンターで昔は3本セットで結構安かったよな、3本セット39パーぐらいでないかなと思っていたんですけど、それもやっぱりなかったですね。で、いろんなホームセンター回って一番安いところで168円でした。で、ホームセンターではなくてドラッグストアを探すと元気っていうところで買いましたら、3本セットのもので1本あたり148円でしたね。で、それが一番今までの中では安いと思っていたんですけど、金沢の北の方にラムーっていう激安の食品スーパーがあるみたいなんですけど、そこで購入すると1本あたり138円で購入できるということが分かりました。今 YouTube 見ましても100均でもありますねっていう話いっぱいありますけど、今実際には100均ではガス購入できなくて、ダイソーで買ったら165円で、一番安い食品スーパーで購入した場合には138円っていうのが最安だということが分かりました。結構高くなりましたね。今日の温度は850、900度までいってますね。むちゃくちゃ暑い。よし。ね、900度。だいぶこう上がってきてますね。わあ、900度になりましたよ。はい、今丸段で冷凍の大判焼きを焼いてます。今日の大判焼きは、表屋食堂という大判焼きのお店ですね。これは石川県で一番有名な、大判焼きのお店というのは山帽子っていうところがもう最強だと思うんですけど、そこの姉妹店になります。多分表屋はプロデュースの場合山帽子っていう形になっていますので、直営店ではないですね。山帽子さんの2号店というのは
金沢の北の方にオープンしてまして、毎日大盛況みたいです。あんこの量が半端なく入ってるんですよ。重さがずっしり、店頭でその焼いてるのを見るともう感動するんですけど、むちゃくちゃ綺麗に焼くんですよ。これはそれほどでもないですね。商品によるんですか。ああそうですね、もう本当に綺麗にね、あの大事大事に焼くっていうのがすごくお店であの焼いてるのを見ると分かりますので、これはちょっとそれほどでもないですね。あの冷凍用に作られているのかもしれないです。あちちちち、今900度は行き過ぎじゃないかなと思ってちょっと緩めたんですよ。するとキューッと下がってきますね。900度から700度ぐらいまで、あ、もっと下がりますね。ちょっとこれを強めるとどうなのか。おお、強めるとまたバーッと上がっていきますね。あ、もうだいぶ柔らかくなってますね。あっち、うん、柔らかい柔らかい、うん、おもういいかもしれないですね。新しいスノーシューを購入しました。アトラスのヘリウムっていうめちゃくちゃ軽いやつなんですけど、いずれまたこれもレビューしてみたいと思います。はい、多分もう良さそうですので開けてみますね。おお、あ、まだちょっと焦げてしまいましたね。じゃーん、ストーブでするとすごく美味しくなるんですけど、ちょっと焦げてしまうのが難点ですね。でここの大判焼きは本当にあんこがむちゃくちゃ入ってるっていうのが売りなんですよ。ちょっとこの冷凍のものが、お店で売ってるものと全く同じかどうかっていうのはちょっとわからないんですけど、このほらあんこの量わかります？すごいでしょ。あんこだらけなんですよ。ここまであんこが入ってる大判焼きっていうのは、今まで他の店では見たことありませんから、本当にここの大判焼きは、もう、あんこ好きにはたまらない大判焼きだと思いますね。あはは、てりちゃんも欲しいか？日本でミディアムプードルを一番初めに飼育した、そのブリーダーのピンさんって方もおられるんですけど、その方は、こう丸ごとあげてもいいよとか言うんですよ。あ、あんまり、あんこも、甘くないので、ちょっとあげてみようかな。ちょっと食べてみる。どう？美味しい？あげました。あんこがいいのかどうなのか。ピンさんは大丈夫だって言うんですよ。で、犬って言うとチョコダメじゃないですか。ね、チョコはなんかその犬が分解できない成分が入ってるのがちょっとわからないですけど、チョコっていうのは犬にとっては毒なので絶対あげてはいけませんってどんなところにも書いてありますよね。でもピンさんはあげてるって言うんですよ。しかもね、日本代表するブリーダーさんですから、で世界の常識っていうのと日本の常識っていうのは違うところいっぱいありますからね。だから本当は大丈夫なのかもしれない。だから万が一ね、良くないこともありますからあげない方がいいかと思うんですけども、前生の甘エビをたくさんもらったんですよ。で私何も考えずね、甘エビすごく美味しいんでてりちゃんにもいっぱいあげようかなと思って甘エビの生のものをパク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 めちゃくちゃあげたんですよ。10匹も20匹も。でいけないんじゃないって奥さんに言われまして、でネットで調べたら絶対にやめてくださいってで書いてあるんですよ。もう犬が食べちゃいけないその甲殻類の蒸したエビとかはまだいいみたいなんですけど、生はもう絶対に毒ですって書いてあるサイトだらけで、大丈夫だって書いてあるところは一つもなかったんですね。うわー、なんてことをしてしまったんだと思って、もう夜中だったんですけど動物病院に電話して確認しましたら、すぐに大丈夫ですよって言われたんですよ。びっくりですよね。それもね、ネットで言われてる常識っていうのが実際の世界では違ったりするんだなっていうのが最近の実感ですね。美味しい、美味しいって言ってます。やっぱりね、このストーブでじっくり温めるっていうのが最高ですね。もう冷凍なのでカッチカチなんですよ。それが本当に10分ぐらいでめちゃくちゃ美味しく
このパティッとした部分だけ見ましたら本当に焼きたてと全く変わらない美味しさが味わえますので、本当にこの冷凍して上手に解凍することによってめちゃくちゃ美味しくなるっていうのは本当に最近のマイブームですね。うまっ。はい。美味しいです。はい、今日は白山姫神社のところにある表屋という超人気の大判焼きのお店にやってきました。